お待たせいたしました。ただいまより第2回 SDGs セミナーを開催いたします。本日はお忙しい中、本セミナーにご参加いただきましてありがとうございます。また、京都大学超 SDGs シンポジウムにご参加いただいている方、引き続きよろしくお願いいたします。本日の司会、セミナーの司会を務めさせていただきます、京都市総合政策室 SDGs レジリエントシティ推進係長をしております、松岡です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のセミナーは3つのプログラムで構成されております。講演の資料はですね、全部で6種類、5種類ですね、5種類になっておりますので、会場オンラインの皆様はお手元にお持ちいただきまして、よろしくお願いいたします。なお、セミナー終了後にはアンケートを設けておりますので、ご回答にぜひご協力をお願いいたします。本日のセミナーでは、SDGs の取り組みの見える化、に着目して企業の活動事例や取り組みの実体験をご紹介いたします。まず企業活動事例紹介について、アイオイニッセイ同和損害保険株式会社京都支店地域戦略室担当部長杉田博明様からご紹介いただきます。その後実際の取り組み事例とその効果を株式会社GO2トラスココーポレート統括部部長吉田健一様からご紹介いただきます。また京都での SDGs 活動の見える化について、京都市総合政策室 SDGs レジリエントシティ推進課長の斉藤久也よりご紹介させていただきます。最後にはスピーカーの皆様でのディスカッションを予定しております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時間がありましたら、ご質問等もお伺いしたいなと思っておりますので、オンラインでご参加の方はですね、 Q&A とかをご活用いただければと思います。早速ではありますが、プログラムに移らせていただきます。それでは企業活動の紹介について、杉田様よろしくお願いいたします。はい、それでは、ただいまご紹介に預かりました、アイオイニッセイ同和損保京都支店の地域戦略室におります杉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はオンラインでね、ご参加の方多数いらっしゃると聞いておりますけれども、週末のお忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございました。私の方から今回お話しスピーカーとしてさせていただきますのは、企業さんのいろんな事例をご紹介しながら、それぞれのお取り組みが SDGs にどのように結びついているのか、ひも付いているのかということを皆さんと一緒に考えてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではスライドを共有いたしますので少々お待ちください。映りましたでしょうかね。大丈夫ですね。はい、それでは、ご覧のようなテーマでお話をさせていただきます。まず自己紹介とつけておりますけれども、これは経験かな。私の自己紹介のところはまたご興味のある方はご覧いただければと思いますが、一つご紹介しておきますのは、私が所属しております地域戦略室という部署なんですけれども、皆さんが損害保険会社に抱かれているイメージされている部署とはちょっと違っているかなと思いますのでお話しいたします。損害保険会社というのは、保険金をお支払いしたりだとか、保険料をお預かりしてご契約をいただくということがおおむね本業でございますけれども、私が所属しております地域戦略室では、そういった本業と少し切り離しまして、アイオイニッセイ同和損保の経営資源を使って地域にどのようにお役立ちできるか、地方創生だとか地域貢献ということをテーマに進めておりますので、今回このお話をさせていただく場をいただいたのもそういったご縁であるということでございます。はい、それでは早速 SDGs を取り巻く現状のとこから皆さんと一緒に確認してまいりたいというふうに思います。ご覧いただきましたのは市場での認知度というところでございますが、SDGs を知っているというふうに回答されている方は 84% にも上っております。共通言語化しているということを言っていい数字かなと思います。また SDGs に取り組む企業さんへの関心度を見てみますと、
応援したいというふうにご回答されている方がもう半数以上にも上っているというのが確認されます。まあそれぐらい成熟しているわけでございますが、それを表す指標としてエシカル消費の傾向値を見てみたいと思います。2016年と2019年の比較でありますが、エシカル消費を実践している、また興味があるという、左側の2つの棒グラフ、いずれも大きく改善しているのが見て取れます。また右側にエシカルな消費サービスを購入したいと、お考えの方は 81.2% にも上っているという点で、SDGs を反映した市場の拡大というものがこれからも予想されるのかなというふうに見て取れます。一方で企業の側の SDGs の受け止め方を見てみますと、SDGs がその企業にとって重要な取り組みであるとお考えの企業さんは 35.5% という数字で、大体3分の1ぐらいということでしょうかね。それぐらいにまだとどまっているということであります。また実際に取り組んでいるというふうにお考え、回答されている方は 11.6%、裏返せば 90% の中小企業の皆さんがまだ取り組みには至っていないということで、先ほどのご紹介した市場消費者のお考えと比べてみると少し対応が遅れている嫌いがあると見て取ることができます。こちらでご覧いただいておりますのは SDGs の取り組みに向けた課題ということですが、何から取り組めばいいのかよくわからないとか、メリットがわからない、情報が少ないねというようなご回答されている方がトップ3つを占めております。まあ、何かきっかけがあれば動き出せるのかなということを伺い知れるデータかなというふうに思われます。一方で人材確保という点で見てみたいんですけれども、会社を選ぶとき、自分の職場を選ぶときに SDGs の取り組みが重要な基準として考えているという方、これが大体 25% ぐらいを占めておりました。重要な基準とはしないけれども、自社で SDGs の取り組みをしてもらいたいというふうに考えていらっしゃる方が 39%、 合わせると 64%、 約3分の2ぐらいが、自社に SDGs の取り組みを期待されているということが見て取ることができます。先ほど SDGs への取り組みについて、まだ9割ができていないというところと比較すると、このギャップのところを真摯に受け止めなければならないだろうなというふうに思われます。こちらでご覧いただいているのは、人材の不足、人手が不足しているって感じられているのがどれぐらいのウェイトの企業さんであるかという指標であります。ご覧いただきましたように2020年は、コロナ禍で、経済が冷え込んでおりましたので人手不足と感じられる方は少し減っているんですけれども、経済が回り出してまた、人手不足を感じられている企業さんが大変増えてきているというのが見ております。この人手不足の深刻化がこれから傾向値としてある中で、皆さんの企業が選ばれる企業になるのかどうか、そういうのをもう一度見つめ直す必要があるのかなというふうに思われます。はい、ではここからは、ではその企業さんにとってSDGs の取り組みっていうのはどういう意味合いがあるのかというのを一緒に見ていきたいというふうに思います。最初にご覧いただいているこの2枚の写真なんですけれども、ニューヨーク5番街の写真を引用してみました。ニューヨーク5番街というのは、まあ、日本で言えば銀座みたいなところなんですけれども、左側1900年の写真であります。ご覧のとおり馬車がたくさん走ってますね。で右側、1913年の姿ですけれども、馬車は一台も走っていません。すべて自動車に変わっております。イノベーションだとか、環境の条件が整えば、こんなに短い間に、市場が激変するということを、私たちは歴史で学んでいるということを振り返ることができます。それと同じようなことがこれから SDGs のゴールを
目指して、はい、この2022年に、岐路に立っているのではないかということを、感じ取ることができる、わけであります。ご覧いただきましたように、2022年はウクライナ危機が始まりました。円安の急激な進行もありました。そしてコロナ禍の終わりの始まりと書きましたけれども、コロナ禍はこれからも第8波が来るかもしれないというふうに言われておりますが、経済を、小さくする、経済を止めてまで、コロナに対応するという動きにはおそらく日本も世界もならないだろうというふうに思われます。そんな中で、残り SDGs のゴールまで、7年とちょっとですけれども、いろんな新しいルールの中で、ご覧のような、環境変化に対応していかなければならない。そしてSDGs の目標達成という成果も出していかなければならないという岐路に立っているというふうに見て取ることができます。ご覧いただいているのは、その SDGs の取り組みをしたときの、成果物、どんな効果があるのかというのを8つほど挙げてみました。後のほどご覧いただければと思いますが、いろんなビジネスチャンスにつながるということが、分かっていただけるかと思います。翻せばこれに取り組まないとすべてリスクに転じるということも我々知っておかなければならないことかというふうに思います。そんな SDGs の我々との関係が今の2020年にあるという中で、ここからは全国の取り組み事例からこの SDGs の取り組みでどういうふうに我々のことに関係してくるのかというのを見て取っていきたいというふうに思います。一つ目は、日清食品さんの例であります。日清食品さんでカップヌードル、メイン商品ですが、ここの蓋を止めるシール、カップヌードルの底のところに貼ってあるシールですけれども、それが2021年の6月に廃止を、宣言されました。このことで年間33万トンのプラスチック原料を削減することが、できたということであります。このコスト削減と、環境への配慮ということ、この2つを、同時に実現したということで、結構話題になった、お取り組みでありました。こちらは、春日製紙工業さんという静岡の製紙工業さんをご紹介いたします。こちらではふやけにくい紙ストローを開発されたという点で非常に注目されたところであります。オリエンタルランド、ディズニーランドを経営しているオリエンタルランドだとか、スターバックス、マクドナルド、そんなところをはじめとして、紙ストローを導入している企業さんというのは大変多くなってきているわけなんですけれども、私も使ってみて、感じることなんですが、やっぱりすぐふにゃふにゃになってしまって、あまり評判良くなかったんですよね。良くなかったんですけれども、そういった声に、ソリューションをぶつけてこられたのが、春日製紙工業さんで、自社の技術力を生かして、紙ストローが簡単にふやけないものを開発されたということであります。SDGs を意識した商品開発につなげられたという点で、非常に注目すべき事例かなというふうに思われました。次はくら寿司さんの例であります。私も含めて大変お世話になっている方多いかと思いますけれども、くら寿司さんは回転寿司のチェーン店であります。回転寿司のその特性を生かして、この回転レーンを小学校の体育館に持ち込まれましてね、小学生の皆さんにそれを実際体感してもらいながら、水産業の問題だとか食をめぐる課題だとかについての理解を深めてもらう、そんな教育活動をされているという意味で、自社の特性を生かした食育活動、それで地域貢献を果たしていらっしゃるという事例でございます。こんな取り組みの仕方もあるんですね。トヨタ自動車さん、トヨタ自動車さんも大変話題になったニュースがございました。サプライチェーン、部品だとかの供給網のところに対して、CO2 削減の目標、前年比 3%、これを要請されたというのが2021年にありました。トヨタ自動車さんが、自社で
カーボンニュートラルに取り組まれるっていうだけではなくて、自分たちの取引先にも、その取り組みを求められたという点では、なかなか、注目すべきものであります。皆さんの企業におかれましても、サプライチェーンの一角を担っていらっしゃる場合は、取引を、継続されるのか、縮小されるのかということの、岐路に立つ場面がもしかしたらあるのかもしれないし、皆さんがトヨタ自動車の、立場になって、お取引先の、SDGs への取り組みみたいなものもちゃんとウォッチングしなければならないというような、そんな、両面で、教訓にしなければならない事例なのかなというふうに思っております。はい。ここからはですね、地元京都の企業さんの事例をご紹介をしていきたいと思います。3つの企業さんをご紹介をしてまいります。まず1つ目は、トトヤさんであります。ゼロウェイストなスーパーマーケットということで、ウェイストが、ゴミですね、ゴミをゼロにするスーパーマーケットの お取り組みをされております。2021年の7月の31日に河原町丸田町をちょっと北に上がったところにオープンされたお店であります。どうやってゴミをゼロにするのかと、申しますと、あらゆる商品を量り売りで販売されます。お客様自身がご用意された容器に、トトヤさんで売ってらっしゃる商品を入れて、販売されますので個包装は一切されません。そういった取り組みで、ゴミゼロを徹底されているということですね。で、持ってこられた容器に必要な量だけ、購入できるという意味でも、食品ロスを回避できる、そういったコンセプトでも持っておられるところであります。トトヤさんはゴミを出さないということだけではなく、安心安全な良品を用意されているだとか、長く使える商品を取り揃えられている、という点にもこだわってやっておられますし、フェアトレードという観点もお持ちであります。まあ、そんなことからいきますと、冒頭のところで、データをお見せしたエシカル消費、ここで、トトヤさんでお買い物をすることでエシカル消費を実現することができるという点で、たくさんファンを拡大されているということであります。はい。トトヤさんは、こういった小売りだけではなくて企業コンサルティングにも力を入れていらっしゃいます。トトヤさんと同じようにこの社会課題解決に取り組もうとお考えの事業者さんたちの独立開業支援、これに力を注いでいらっしゃいます。ご自身が持っていらっしゃるノウハウを遺憾なく披露されて、結果としてトトヤさんを中心としたネットワークを構築していけるというメリットもあるとお考えになっておられます。はい。ご紹介してまいりましたけれども、このトトヤさんのお取り組みっていうものが、SDGs にどのように紐付けられるのかっていう点で、ご覧のとおり7つのものが挙げられるかなというふうに考えております。経営戦略の視点としては、ゼロウェイストの先駆者としてルールメーカーになるという視点で、非常にビジネス的にもプラスになる取り組みかなというふうに思われます。ゼロウェイストの買い物といいますと、どうしても我々、日本ではまだ普及していないお買い物の仕方なんですけれども、欧州ではすでに浸透している取り組みなんですね。これが SDGs のゴールが近づくにつれて、日本でも浸透がどんどん加速してくるはずでありまして、その今、先頭に立っていらっしゃるのが、トトヤさんということになります。先行メリットとしてルールメーカーになれるというところにメリットがありますので、やはり大変優秀な成長戦略かなというふうに見て取ることができます。次は京都ダイハツさんの荷箱プロジェクトというのを、ご紹介させていただきます。京都ダイハツさんのこの荷箱プロジェクトは、2ヶ月前の9月に、今年の9月にリリースされたものでありますけれども、移動販売にチャレンジしたい事業者の方に、お車と荷箱と、その活用のノウハウを提供されると
というお取り組みでございます。荷箱って何かねということなんですが、写真2枚あるうちの右側の方をご覧ください。軽トラックの荷台に白い箱が乗っかってますよね。これが荷箱であります。いわゆるキッチンカーだとかっていう移動販売車両になりますと、仮装だとかがいて、何百万というお金がかかってしまうんですけれども、これだとそんなにお金はかかることはありません。で、左下のところに、この箱が開いた状態の写真をお付けしております。ご覧のように3方向にこう箱が跳ね上がるんですね。蓋が跳ね上がりまして、この開いた状態が、お店を開いた状態になるわけであります。本当に簡単に1分2分でお店開きができるという点で、素晴らしい企画かなというふうに思っております。この荷箱プロジェクトなんですけれども、生まれてきた背景を少し皆さんと振り返ってみたいと思います。2020年にコロナウイルスの感染が広がりました。このことで皆さんも経済活動が縮小して大変お困りになったというふうに思われますが、地域からにぎわいが消えただとか、お店にお客様が来ないとか、雇用が維持できないだとか、そんなことが起こってたかと思います。そんな中で、お店でお客様を待ってるだけではなくて、外に打って出たいという、思いを持たれた事業者の方がやっぱり数多くなって、移動販売というものが大きく注目されたというふうに皆さんも感じていらっしゃると思います。しかしながら、この移動販売を始めるにあたって、ネックになっている、壁になっているものは2つ大きく分けてありました。1つは、移動販売車を購入する資金がないということなんですね。ただでさえ、厳しい環境下の中で、先ほど申しましたように、何百万もするお金を初期投資して、始めるっていうのには相当な勇気が必要。また移動販売やったことないわけなので、本当にこれがどこでニーズがあるのかだとか、どういうふうに出店場所を探せばいいのかだとか、そんなことでお悩みになる事業者さんたくさんあったかと思います。それに対してこの京都ダイハツさんの荷箱プロジェクトは一つの答えをご提言されました。まず移動販売車の購入ですが、購入しなくてレンタルでご提供されるということであります。ですので初期コスト、維持費用は一切かかりません。で、必要な時に借り入れる、そしてやっぱり自分のお店には移動販売は合わないねと思われたら、いつでも辞めたい時に辞めれる、こういった非常にフットワークを軽く始められる、手を引くこともしやすいというご提案でありました。大変これ受けた切り口であったわけであります。で、右側のノウハウ、情報提供というところについても、車を貸しっぱなしではなくって、出店場所だとか、店作りだとかについても、一緒に京都ダイハツさんは考えて、お手伝いされたということでありまして、事業者さんたちが、非常に出店にうまく、切り出していけたというのを、見てまいりました。2021年7月よりトライアル実施をされた、取り組みであります。その効果としましては、京都ダイハツさんは、嬉しさの連鎖というふうに表現されておられます。荷箱の事業者さんだとか、その場所の提供者、それから消費者の方々、それぞれが、それぞれ求め合ったものがちゃんと連鎖をして、一つのコミュニティを作っていったという点であります。京都ダイハツさんは、その中心におられて、いわばプラットフォーマーとしての機能を果たされたという事例であります。荷箱の事業者さんの声、ご覧のとおりであります。写真にありますように、大変にぎわっている状態も見て取れるかと思います。荷箱プロジェクトのご紹介した中、取り組みが SDGs にどのように結びついているか、ご覧の6つがひもづいているかなというふうに考えられます。経営戦略としては、経営で街を元気にする、社会インフラの一部になるという新しいディーラーの方向性を京都ダイハツさんは見出そうとして今動かれております。町の足として機能できるのは軽自動車ならではの特性、
とりわけ京都の狭い道だとかね、軽自動車の活躍する場面というのは大変多いかと思います。この特性を生かして地域のモビリティライフを提案する企業を目指していらっしゃる。よって、荷箱プロジェクトだけではなく、カーシェアだとか、近距離モビリティとか、マースだとか、こういった新しい領域にも大変力を注いでおられて、地域になくてはならない企業へと変貌しようというふうに考えておられる事例でございます。はい、では3つ目、北山南山さんの事例をご紹介させていただきます。北山南山さんは、北山通りノートルダム女子のお向かいぐらいにある焼肉のお店であるわけですけれども、黒毛和牛を使わない焼肉店という、特徴を持っていらっしゃいます。黒毛和牛っていうのは私も含めてそうなんですけれども、日本人の思考として、いいお肉を買うっていうと、黒毛和牛だとか A5 ランクのお肉だとか、こういったのが珍重されすぎまして、裏返せば他の食肉牛が、適正な値がつかないというような事態にもなっているそうであります。その結果、買い手がつかずに破棄されてしまうという食肉牛もたくさんあるというふうな現状で、大変問題になっておりました。この南山さんはあえてこの黒毛和牛を使用せずに、飼育の段階、餌やりから飼育の段階まで遡って生産業者さんと一緒にこの黒毛和牛以外のお肉、食肉牛を育てていくことで食品ロスをなくす取り組みをしていらっしゃる、まあ、そういうこだわりを持ったお店であります。でこの南山さんでさらに興味深いお取り組みをされているのは人の教育のところでございます。一つがミートカレッジ牛テロワールというところであります。肉のエキスパートを養成する研修所として2016年にスタートをされております。つけている写真の一番手前に牛肉がどんと大きいのがぶら下がっているかと思いますけれども、ガラス張りの冷蔵庫であります。で左側の奥の方にカウンターのようなのが見えると思いますが、実はここは職人の方が肉をさばくキッチンであります。お客さんが覗き見ることができるという劇場型のキッチンというふうにお話になっておられました。この牛テロワールでは、その肉をちゃんとさばける社員を、方を社員として採用して、で、教育をされています。で、それは肉をさばく技術に加えて、接客だとか調理場の経験もさせることによって、これから独り立ちできるような人材を育て上げているという事例であります。独立後も同じ思いを持ったネットワークが築けるという点で、南山さんを中心とした焼肉店さんのつながりが広まってきているという点であります。人吉ストア、これも興味深い取り組みですが、ご説明はちょっと置いておきます。また皆さんご覧ください。人を育てるという点で、2つ目にご紹介するのは自学自炊コミュニティなる場というやつです。小学生だとか中学生を対象にして、自炊力を高めるという教育をされています。自分で食材を調達してくることさえできれば、スナック菓子だとか、レトルト商品だとかを食べ続けるんじゃなくて、自分でちゃんと正しい、食事を確保することができる。そんなことをできるような生活力をつけてあげられる取り組みとして、この南山さんは2021年にスタートされました。このことで今後大人になっても貧困に陥らないという自力をつけさせてあげるという思いでいらっしゃいます。もう一つは里の山保育園であります。里の山保育園は保育園の教室のど真ん中にキッチンがあります。
で、そのキッチンを取り囲むように教室があるんですね。で、どの教室からもそのキッチンを覗き見ることができる、調理をしている様子が見ることができる。で、そこで調理されている食事は、園児の方々が実際に自分で育てた野菜だとか、自分で仕込んだ味噌だとか、そういったものが、調理されているんですね。で、場合によっては園児の方自身が、食事を作るというようなことを体験させている、まあ、それを、就学前児童の段階から、教育しているという点で、大変注目すべき保育園さんかなというふうに見ております。他でこんなところ私も見たことないんですけれども、そのちっちゃいうちから正しい食事を選択できる、食に興味を持たせるという意味で、特筆すべきお取り組みかなというふうに見ております。ご覧のような SDGs の目標にひもづくお取り組みでありますけれども、経営戦略としては安心安全な食の提供と食の未来に貢献したい、人を育てるというのは未来に貢献するという思いを持ってなさっております。その効果もあって南山さんで働きたいという人材が多く集まってきておりますし、売上の構造が変わりましたけれども、持続可能な会社に転換できたというふうに現社長がお話になっておられました。はい、以上ご紹介してまいりましたけれども、それぞれの事例に共通するポイント、このようにまとめてみました。またご確認いただければと思います。最後にこの事例を皆さんと確認をしてまいりまして、 SDGs の取り組みをじゃあこれから始めていこうかというときに何からすればいいだろうねっていうのをお悩みの方もまだいらっしゃると思いますので、そのヒントになるものをご紹介していきたいというふうに思います。まず一つ目は、自社の現状を知るというところから始めましょうということです。今取り組んでいる自社の事業が SDGs にどういうふうにミートするのかね、しているのかなっていうのを、診断してみる、自ら診断してみるというところから始めてみてはいかがでしょうか。IONI制度は損保、私の所属する会社のツールではございますけれども、この SDGs の経営管理簡易診断サービスというものが、ございますので、ご活用いただければというふうに思っております。無料で、提供しておりますので、お使いになったからといって、保険に入らなければならないとか、そんな縛りは一切ございませんので、ご利用いただければと思います。もう一つ、IOE 二制度は損保のツールとしてご紹介するのは、アドバイスシートというものであります。これも、SDGs のいろんなテーマ、ゴールに対して、自社の取り組みのどんなところが一番ミートしやすいのかなというのを考えるシートとしてお役立ていただいております。取り組みと、それに必要なツール、そんなものも整理してございますので、ご活用いただければと思います。これも無料でご提供しております。3つ目は、SDGs の取り組みを内外に公表するということ。これは大変私、お勧めしたいんですけれども、京都市さんが中心となってやってらっしゃる SDGs パートナーの制度であります。左側に GoToTrustCoさんの登録書をお付けしておりますけれども、SDGs にこれこれこういう取り組みをしますよということを宣言して、京都市のお墨付きをつけて世に示すというものであります。このことで強い後ろ盾というか信頼性を持って取り組みの見える化をすることができますし、どうせこれから取り組むんだったら宣言しましょうよというふうに私は思います。効果も早いほど大きいんではないかと思われます。4番目は、社員の理解を深めるということであります。今日ご参加いただいている企業の方々は、意識を高く持ってご参加いただいているんだと思いますけれども、皆さん方だけではやはり、企業文化を変えるにまでは至らないと思いますので、一人でも多く、このことを真剣に考えてくれる仲間を増やすためには、こういった、社外の研修だとかセミナーに多く参加されるということもお勧めであります。写真でお付けしているのはコトスクールと、来週の
9日から11日だっけ、789かな、確かそうだと思いますが、そのスクールが、このコトスで開催されます。そういったものに参加されるというのも、ありかなと思いますので、ご検討されてはというふうに思います。お付けしているものがその例でありますね。11月の9日から11日です。はい、最後まとめでございます。ルルお話をしてまいりましたけれども、どうせやるなら SDGs の取り組みをどうせやるなら今から動き出しましょうと、後から慌てて2030年が近づいて慌てて始めても効果は小さいですよということに、我々は気づき気づいていかなければならないと思います。そして2つ目は、小さなことから初めて、SDGs を実感してみようと、あまり大冗談に構えずに、自社の強みや特性を見つめ直して、始めやすいアクションを見つけ出してみましょうということです。そして最後、一人で考えず社員や社外の知恵をためらわず取り入れましょうということであります。私もこの SDGs に関わるようになって強く思っていることですけれども、SDGs に取り組む仲間は志が皆さん高いと思います。私だけではなく、京都市のメンバーの方だとか、SDGs パートナーの登録されている仲間だとか、みんなで知恵を出し合って一緒に解決していこうというコミュニティはきっと作れると思いますので、今回をご縁にいろんな交流ができればというふうに思っております。はい、長々とお話しさせていただきましたが、ご清聴いただきましてありがとうございました。だいぶ端折ってお話をしておりますけれども、何かお問い合わせ等ございましたら、私杉田の方までお問い合わせいただければと思います。どうもありがとうございました。杉田様ありがとうございます。具体的な事例のたくさんの紹介だとか、取り組みにあたってのきっかけとなるですね、サポートとかをご紹介いただきまして大変ありがとうございます。それではですね、続きましては実際に取り組みに取り組まれている企業として取り組まれているその取り組みの内容を取り組まれている企業の方からご紹介いただきたいなと思いますので、その取り組みの内容と効果を吉田様からご紹介いただきたいなと思います。吉田様よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました株式会社 GoTo トラスコの吉田でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、資料を使いながらですね、説明の方をさせていただきたいと思います。それでは早速ではございますが、当社からは SDGs を通じて社員に芽生えた意識や行動変化についてというテーマで実際に事例を踏まえながらご紹介をさせていただきます。当社は物流企業でございます。 SDGs への取り組みは2019年から本格的に取り組みを始めてまいりました。本来であればですね、まだこのような場でご紹介できるほどの形にはまだまだなってはいないんですけれども、本日は少しでもご参考にいただける点がありましたら幸いでございます。ではまずはじめに当社の SDGs 達成に向けた取り組みの枠組みをご説明いたします。私たちは資料にありますとおり7つの重点課題とそのそれぞれをクリアするために20の SDGs アクションを設定しております。それぞれについての詳しい説明については時間の都合上ですね、割愛いたしますが、今回はその中から5番目と記載ありますパートナーシップ社会地域社会への貢献をピックアップしてお話をさせていただきたいと思います。それでは具体的に4つの取り組みをご紹介させていただきます。まずは1点目です。高等学校の吹奏楽部部活動支援を行っております。これは吹奏楽に限った話ではありませんが、部活動というのは生徒さんたちにとって非常に限られた時間で、かつ活動場所を確保する必要があります。とある高校からですね、楽器輸送が非常にネックになっていると、何とかできないかという相談を受けたのが本取り組みの始まりでした。
掲載している写真は急遽学校が断水したためにコンクール前であったということもあって、なんとか練習場所を確保できないでしょうかというご相談をいただいたときに緊急的に対応した際のものです。2点目ですけども、ゼロカーボンロックフェスティバルの開催支援です。こちらは演奏に必要な電力は太陽光パネルから発電されている電力を活用し、機材は一括輸送することにより CO2 を削減しました。生徒さん皆さんが実際の活動を通じて SDGs を身近に感じていただけるように5つの団体が力を合わせて開催した音楽フェスとなりました。本取り組みは堺 SDGs プラットフォームに参画しております5つの団体が共同で開催をいたしました。今ご紹介いたしました2点の取り組みは、今までつながることがなかった企業や団体が SDGs という新しい切り口によりつながり実現をした取り組みの2例ご紹介の方をさせていただきました。続きまして3点目です。3点目は小学校中学校高等学校での職業講話の実施です。物流が社会においてどのような役割を果たしているのかなどを話題に中心に講話をさせていただいております。4点目です。公民連携による SDGs の普及啓発活動の実践です。 SDGs 未来都市大阪府堺市富田林市および大阪府京都市と総合連携共同による活動を推進し、 SDGs の推進啓発活動や地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある豊かな地域社会の形成と発展を図ることを目指します。啓発活動の一例としまして、提示資料にありますステッカーですね、未来都市さんと当社、GoTo トラスコの並べたステッカーを走行する営業車両、具体的にはトラックですね、トラックへ掲示、また SDGs 推進活動時にはユニフォームへ掲示するなどが一例として挙げられます。以上、簡単ではございますが、パートナーシップ、地域社会への貢献の取り組み事例4点ご紹介をさせていただきました。続きまして、今ご紹介いたしました取り組みは、社内、専用の SNS で社員へも共有を図っております。ここから見られる社内での変化ですが、まず実際に取り組みをした社員にとっては、自分たちの行動が社内で認知され、評価されると。いうことがモチベーションアップにつながっております。社内 SNS では投稿に対してコメントやいいねといったいわゆる Facebook のような機能が実装されておりますため、社員が行動した行動内容についてはリアクションが明らかに強く、これが社員へダイレクトに伝わることもメリットの一つだと感じております。さらに私たち物流業が子どもたちそして地域社会とつながっているということを改めて実感することにより、普段運転において安全はもとより少し大げさにも聞こえますが、周囲の皆様を意識するという行動変化が見られております。安全のその先にある安心へ、これは周囲の皆様に安心していただける運転を行おうという行動変化につながっております。このような行動は、運転マナーの向上や事故リスク低減といった安全文化の醸成にも寄与しております。続いて、今ご紹介いたしました SNS ですが、このほかにも先ほど杉田様よりエシカル消費という言葉のご紹介がありましたが、実際に社員が行ったエシカル消費やリサイクル活動の啓蒙にも非常に役立っております。ここから見られる行動変化としては、1点事例をご紹介しますと、物品選定、購入といったケースでは、今までですと、いかに安く使いやすいものを選定するか、いわゆるコストを重視した選定から、多少コストが上がったとしても、当然、許容できる範囲であるということは前提ですが、環境負荷低減につながる商品を選定しようという選定基準が新たに生まれました。これは決してトップダウンではなく、社員同士からこのような視点が生まれるということは、持続可能性においては非常に大切な点だと感じております。最後に、社内 SNS 関連でもう一つ、SDGs 以外の取り組みについても紹介することで、全社員がお互いに一人一人の存在を認識することができる豊かな交流と記載しておりますが、
社員から寄せられた改善活動や工夫などある気づきが会社全体につながると、これは双方向または多方面のコミュニケーションが行われ、モチベーションアップにつながっております。業務だけではなくですね、家族が増えました、入社1年目を迎えましたなどと少しホッとするような投稿もなされております。最後です。私たちの SDGs のアクションについて、今簡単ではございますがご紹介をさせていただきました。我々が考えております次のステップについて最後に少しだけご紹介をさせていただきます。1点目は新しい雇用の形を生み出すということです。さまざまなライフスタイルに合わせた働き方が可能になるよう、従来の物流企業での雇用とは少し違った新たな働き方の実現を目指します。2点目は SDGs と聞くと、まだどうしてもですね、慈善活動であったり、ボランティアといった印象もありますが、こちらについても当然できることは可能な限り何でもやるという姿勢は継続しつつ、SDGs をきっかけとした新たなビジネスモデルの構築を目指します。企業にとっても、地域社会にとっても、持続可能性の実現をコミットメントし、企業努力を重ねてまいります。最後でございますが、本日はこのような機会を頂戴し、感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。吉田様、ありがとうございます。実例の紹介、大変面白く、興味深く聞かせていただきました。それでは最後になりますけれども、京都での SDGs の見える化である京都 SDGs ネットワークにつきまして、京都市の斉藤よりご紹介させていただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。私は京都市の総合政策室の方で SDGs の担当をしております斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、この題名にもありますように、京都で進む SDGs 活動の見える化について、京都 SDGs ネットワークのご紹介をさせていただきます。まず、見える化が進む背景にはということで、少しこの前提もですね、お話をさせていただきたいと思います。この下の矢印にありますように、実は企業の SDGs の推進というのが進んでおりますけれども、こちらは内閣府が進める地方創生と深い関係があるということを少しご紹介いたします。少し難しい話にはなりますけれども、地方公共団体の地方創生 SDGs 登録認証等制度ガイドラインというものが内閣府から出されております。この中にはですね、見える化の話というのが少し出てまいります。地方創生 SDGs 金融を通じた自律的好循環の形成に向けてという題名のところに出てくるものです。地方創生というのは、まさに私どもは京都市の方もそうですが、地方自治体がいかに今後も持続可能な都市を作っていくかという点において、非常に重要なキーワードになっておりまして、地域課題の解決に向けた取り組みというのが、まさにこの地方創生につながっております。ただ、この地方創生を進める上ではですね、自治体だけではさすがに進まないということもございますので、この金融という部分で、金融機関様の取り組み、それからあと地域の事業者様のお取り組みと連携が必要になってまいります。ここの赤線のところを見ていただきますように、地方創生 SDGs に積極的に取り組む事業者等の見える化を行い、地域金融機関やさまざまなステークホルダーと連携して、地域事業者の取り組みを支援するということ、こちらをすることによって、地域の自律的好循環の形成を加速化させることができるというふうにガイドラインには書かれています。少し難しいお話なんですけれども、この図によって書かれておりますが、地方創生に取り組む企業や金融機関の関係としまして、地方公共団体は地域の事業者の方と、まさにこの行政の効率化や公共サービスの高度化の部分において、官民の連携というのが期待されています。ここで重要なのは、それを事業者の方に行っていただくにあたって、公的支援だけではなかなか進まないところがあります。
ここに、まあ、民間の資金として金融機関様や大手銀行、機関投資家の方の資金というのが必要になってまいります。地域事業者は上場企業の方とのサプライチェーンの関係ではございますけれども、この地域の中でですね、この金融機関がこの地域事業者様の事業を後押しをするようなこういった仕組みというのが必要になってまいります。ここで重要なのはこの登録認証等制度というふうに書いておりますけれども、いかに地方公共団体、まあ、我々のような京都市の方がですね、地域の事業者様の地方創生 SDGs、 まさに SDGs に取り組もうとされていることの見える化を行って金融機関様の支援の補助材料を作ることが大事だというふうに言われております。ですからこのガイドラインというのが非常に重要でございまして、全国自治体の方でこのガイドラインに基づいた見える化というのが進められております。金融機関の方でもですね、実は自治体だけではなくてこの企業の SDGs 推進の支援を行うコンサルティングですとか、また見える化を行うサービスというのが次々と出てきております。先ほど杉田様からご紹介ありました診断もその一つになるかなというふうに思っております。このページがですね、長野県で行われております SDGs 推進企業登録制度といって、まあ、こちらも自治体とあと損害保険会社さんとかと連携して、あとごめんなさい、金融機関とも連携をしてこの登録制度というのを作られています。すでに1000を超える団体が登録をされているというふうにお伺いをしております。で、まあ、京都ではということで、ここの、まあ、先ほど、まあ、題名にもありましたように、京都 SDGs ネットワークというものが進んでいるわけですけれども、実はこの京都でどのように、まあ、制度を構築するかということで、我々考えたんですが、実はこの企業を、まあ、認証する制度というのは、実は、まあ、社会課題の解決ですとか、地域の持続的な発展に貢献する事業者を、まあ、表彰する制度というのが、実はまあ SDGs という言葉の前にですね、すでにまあ、あるわけなんですね。また、この下の矢印の2つ目にありますように、自治体だけで行うものではなくて、まあ、金融機関様の方で企業の SDGs を推進するための取り組みや PR 支援を行うサービスというのも次々と出てきております。ですから、それらをですね、京都市の方では一緒になってやっていこうということで、まあ、関係者の方に集まっていただいて、公と民が一体となってオール京都で SDGs を協力推進しようということで、京都 SDGs ネットワークというものを立ち上げました。実はこの6つの制度を1つの、まあ、ネットワークの束として、推進をしていこうということで、ここに書かれておりますのが左上から、まあ、京都銀行さん、それから真ん中上上段が、京都 SDGs パートナー制度、これはあの京都超 SDGs コンソーシアム、それから右上が中心さんですね、それから左下と右下が京都市の持っている制度でございまして、京都市の輝く地域企業表彰や、これからの1000年を積む企業認定、それから真ん中下の S 認証というのが京信さんが他の信用金庫さんと連携して取り組まれている事例でございます。まあ、これら6つの制度を連携させることによって京都の SDGs の見える化を進めていこうというふうに考えております。で、ここで重要なのはそれぞれのサービスがそれぞれのサービスを提供するだけではなくて連携させて取り組みを進めていくということで、何ができるかというのを今話し合いながら進めているところでございます。で、まあ、このようなですね、セミナーを開催していくことはもちろんやっていくことではあるんですが、重要なのはこの4番の SDGs の推進に取り組む事業者様へのメリットの付与というのをこの制度をまたいで提供させていただきたいなというふうに考えております。まだこのネットワークにはですね、下の方に書かせていただいておりますが、ネットワークの運営を支援していただくサポーター様として7事業者様を今登録をさせていただいております。杉田様もこのサポーターとして活動をしていただいて、今日のこの登壇にご協力をいただいております。
で、そのメリットというものでございますけれども、この6つの制度が先ほどあると申し上げましたけれども、この6つの制度に横串を刺すような形でご提供をさせていただきたいというふうに考えております。で、特徴的なものとしましては、上から、そうですね、4つ目、5つ目のあたりですね、これは京都市の方から提供させていただく、メリットとして、京都市の入札制度の際にですね、一定金額以上の契約においては、持続可能な社会を構築する取り組みという文書の提出を求めているんですが、この6つの制度のどれかを取っていれば、この文書の免除をさせていただく、それからその下のメリットについては、指定管理者制度というものがございますが、こちらの選定において、加点となる場合を設けております。他にもこの制度によってメリットというのは少し差はあるんですけれども、例えばプロポーザルにおいて加点をさせていただくですとか、信用保証協会様の方で進めていただいてます SDGs 推進サポート資金での金利保証料優遇なども取り組んでまいります。詳しくはホームページの方をご覧いただきたいんですけれども、先ほど見ていただきましたようなメリットというのをですね、制度のそれぞれのサービス以外に連携してご提供させていただくことによって、ここ京都では企業の SDGs の推進をさらにスピードアップをさせてまいりたいなというふうに考えております。私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。斉藤課長ありがとうございました。それではですね、まだもうちょっとだけ時間がありますので、今話していただいた皆様で少しディスカッションしていきたいなというふうに思うんですけれども、先ほど斉藤課長の方からですね、見える化の取り組みとしてメリットというところがありまして、共通したメリットとして、ロゴマークだとかいうのもありまして、実はここ今日登壇している皆さんバッジをつけているというところの中で一人バッジじゃない人がいますねというところで吉田様のところね、公民連携の SDGs の復旧啓発っていうところで、ジャケットとかにつけるというところでロゴマークをつけられているというところなんですけれども、運営側としてはロゴマークっていうのは効果があるのかなというふうに思ったりするところではあるんですけれども、ロゴマークとかをそのユニフォームにつけられて従業員の方のリアクションとか反応とかってどうでしたか？はい、よくある国連の SDGs のマークですね、あれであるとどうしてもやっぱり距離が感じられるんですが、普段自分たちが輸配送している地域の行政のですねマークが入るというのは、やっぱりつながりが感じられるというところで、やはりすごく効果があったというところです。で、反応としては普通であればあんまりそういう会話ならないんですけど、そのマークって何なのとか、その行政のマークの意味はとか、まずそういう会話が従業員同士でなされるであったりとか、あとはそれに付け加えてですね、 SDGs とは何だというのをしっかり社員同士が勉強して理解を深めるというような機会につながっておりますので、かなりリアクションとしては効果絶大というふうに感じております。ありがたい話で、すごくメリットを提供するというか、考えていく側としてはそういう効果があるっていうのが、お聞きできてすごい、ありがたいなっていうところと、こういうメリットをやっぱ考えていかなければダメかなというところはと思うんですけど、ユニフォームに掲げるっていうと、そんなに取り組み自体としては難しいものじゃないのかなというふうに思うんです。で、杉田様のお話でもあったように、できることから取り組みることから実施するっていうのがね、大事かなと、効果が大きいですよという話もあったと思うんですけれども、そのあたり杉田さんはどうですかね？おっしゃる通りで、最初からそんな難しいことを、チャレンジしようと思っても達成感が得られないと思いますんでね、達成感を得られるそうな小さいことから始めるっていうのが、やはり身近に SDGs を感じられるきっかけなのかなというふうに思われますね。で、今吉田さんがプレゼンの中でもお話になってましたけども、やっぱりこういう見える化をすることで、社員の方が自分たちが社会の課題にアプローチしてる、ちゃんとミートしてるんだっていうことをちゃんとこう体感してもらえるっていう、実感されてるっていうことがお話にあったじゃないですか、はい、あれっていうのはものすごく効果のある意味のあることで、私のプレゼンの中でもお話ししたその自社に SDGs の取り組みを期待してるっていう人が
3分の2いらっしゃるんですよね。その3分の2に応えられている取り組みであるわけで、きっと満足度が高いと思うんですよね。でそれに、まあ、今 お話のあった、小さなことから取り組んで達成感も少しずつ積み上がっていけば、その会社に勤めている喜びっていうものがやっぱり上がってくるんじゃないかなと思いますよね。今の話結構面白いかなと思ってお伺いしてたんですけどもね、実はまあ、ちょっと吉田部長と話をしているときに、この SDGs の取り組みっていうのは部長ら社員から社長にこういうことをやりましょうよっていうふうに提案するのか、それとも社長からいやユニフォーム入れたらどうやっていうふうに、そういうふうに、まあ、どちらかというとこう方針で来るのか、どちらなのかなというふうに思いまして、実はまあ京都市の方は市長がですね、普段着物で羽織を着てるんですけども、実は背中のところにですね、門が SDGs の丸の輪っかになってるんですね。それぐらい市長は本当に SDGs のことをこれぞまさに京都市が目指す姿だっていうふうに思いが強くて、でそれでこう、まあ、ある意味トップダウンでね、 SDGs やろう、もう未来都市ぜひやってくれっていう感じで、まあ、来るんですけど、まあ、企業にとったらね、その、まあ、逆にボトムアップでもできることってたくさんあると思うんですけど、そのあたり少しこうご紹介をしていただけたらなというふうに思うんですが。分かりました。弊社の中の SDGs の取り組みというのはどちらかというとトップダウン、まあ、これは社長を含めて経営層を含めてですね、トップダウンというよりは現場サイドですね、もしくはサステナブルの推進の担当の方からしっかりですね、社内だけではなく社内外にもですね、効果を出せる SDGs の取り組みとは何だというのをしっかり考えてもらって、でこういった取り組みを実践したいというのを今おっしゃられた通りボトムアップですね、上げると。でその上でですね、さらにその効果を引き出すにはどうしたらいいのかというのは、うん、経営層を含めたところからブースター的な役割として、うん、今動いているというのが実情です。いや素晴らしい話だなと思って、はい、なかなかねやっぱりボトムアップでやるっていうのが実は結構難しい話なんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、この今日ですねセミナー聞いていただいている皆さんはまあ、多分まあ、社員の方が多いと思うんですけども、いかにこうボトムアップで SDGs に取り組んでいく、そしてまあ社長を巻き込んで、まあトップダウンでまあ下ろしていただくかということもやっぱり重要なんではないかなというふうに思っています。まあ、我々京都市も、私や松岡のまあようなものがですね、まあ実は3人で、まあ SDGs 進めているわけなんですけども、やはりこう、まあ、市長の一声っていうのはすごくこう期待をして、それこそ全職員に浸透させるっていうのがすごく重要になっていますので、まあ、今日吉田部長がですねすごくユニフォームを着てきていただいてですねこれが皆さん着ているっていうのがすごくこう力強い、でその教師を背負って仕事をしていただいているというのがですね、本当に私どもとしては嬉しい限りというふうに思っております。ぜひまたこれからもですね京都市の PR をお願いしたいなというふうに思っております。まだまだね取り組みの内容だとかどんな取り組み苦労した点とかちょっと聞きたいところはたくさんあるんですけれども、時間がだいだい迫ってきましたので大変申し訳ないですけれどもセミナーはこのあたりにしたいなというふうに思っております。Q&A とかまだちょっとねいただいてはおりませんけれども、もしご質問等ございましたらまたメールの方とかで、ご連絡いただけましたらスピーカーのもので共有させていただきましてお答えさせていただきたいなと思います。皆様本日はお忙しい中当セミナーに参加いただきまして誠にありがとうございます。スピーカーの皆様ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。少し時間を超過してしまいまして大変申し訳ございません。今回のねセミナーをきっかけにして皆様が SDGs 経営や、ね、SDGs の取り組みを実現していただけるきっかけとなったら大変ありがたいなというふうに思いますし、そのために皆さんねご質問とかもしてもらえたらいいのかなというふうに思っております。京都庁 SDGs コンソーシアムとしてもですね SDGs の推進に向けたさまざまな取り組みをね実施してますし、今日の午前中も取り組み紹介させていただきました。ぜひぜひ皆さんそういう取り組みの方で見ていただいて
自分にもできそうだなとか参加したいなとかいうふうに思ったら積極的に関わっていただければコンソーシアムとしても大変ありがたいなと思いますのでよろしくお願いします。最後になりましたが、今セミナーの、アンケートを設けております。ご回答にご協力いただけますと次のセミナー等の参考になりますのでどうかよろしくお願いいたします。それではこれをもちまして本日の第2回 SDGs セミナーを閉会とさせていただきたいと思います。皆様どうもありがとうございました。